はい、皆さんこんばんは。6月11日月曜日、第398回しゃべくり真っ白の時間がやってまいりました。今日の真っ白はですね、朝からですねちょっとやっぱり曇り空で、で日中ですね少し雨がちらちらっと少し落ちてくるっていう感じです。現在はですね晴れて曇っていますけどね、そんな真っ白でございます。はい、今日のゲストをご紹介いたしますけれども、長野市役所地域市民生活部松代支所所長補佐地域きらめき隊藤原啓二さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、藤原さんですけど、松代支所に4月1日から帰任されたっていうんですか、はい、着任されたんですけど、はい、今までのこの勤務先って どちらだったんですか。私はこの3月まで長野広域連合というところにいまして、うん、城山のですね、昔のNHK の跡地のところに事務所があるところですね。なるほどね、はい、結構ね広域連合っていろいろ聞くんですけど、どういう仕事をしてるんですか。はい、NHK のところにはですね、はい、事務局としまして、はい、総務課と福祉課と環境推進課という3つの部署が入っておりました。うん、何人ぐらいいらっしゃるの。人数はですね、うん、全部で50人ぐらいですかね。50人いるの、はい、その事務局で、はい、これちなみにこれ広域連合ってちょっと私も聞いたことあるけど、どういうあれをやってらっしゃる。主に福祉の方はですね、うん、特別養護老人ホームですとか、はいはい、老人ホームの関係の取りまとめですとか、はいはい、あと総務はその施設の関係のものとか、うん、予算の関係の仕事をしておりまして、うんうん、で私ども環境推進課っていうところは、はい、ゴミの焼却施設ですとか、はいはい、最終処分場の建設をやっておりました。うん、まあ、ゴミ焼却って今豆島か、あそこで修理やったり、ね、はい、新しくしたりしてますわね。そうですね、うん、そうすると広域連合というと長野市ばっかじゃないってことだね。そうですね、うん、広域連合自体は9市町村で構成されておりまして、須坂も含めてっていう方、須坂、長野市、千曲市、榊も入る、榊も入ります。あるんです、はい、そういう人たちの。そうですね、でやっぱりゴミ焼却場が主なんですかね。そうするとすま環境って言えば環境推進課はそうですね、焼却施設と最終処分場の関係ですね。で今あれですかね、この2ヶ月経ってだいぶ落ち着いてはきたですけど、はい、まあ、今までの職場と今の職場ってだいぶ違うと思うんですけど、どうですか、いかがですか。そうですね、うん、昔といいますか前の職場はその焼却施設と処分場というね、本当、はい、一つのことをこう深くやっていくような仕事だったんですけど、松代支所の仕事っていうのはやっぱりすごく広くやる仕事なので、ね、はい、うん、また別の意味でやりがいのあるところではあります。なるほどね。これあれですね、これ長野市ではこの各支所でやっぱり、はい、まあ、松代だったら松代支所発地域力向上支援金事業ってありますけど、はい、これはどんな事業なのかちょっと説明していただいていいですか。わかりました、うん、こちらの事業は平成26年度から始まった事業でして、はい、今年で5年目になります。はい、で趣旨としましては、少子高齢化や過疎化が進む現在においてですね、はい、うんうん、地域の活性化や課題解決に向けた、地域力というものの向上が不可欠であると、そういうところから地域で活動しているさまざまな団体に対しまして、地域のまちづくり活動をマネジメントする立場である松代支所長がですね、の裁量で地区の状況に応じて、その活動を支援するための補助金を交付させていただくものでございます。松代支所だったらいくらぐらいなんですか。各支所もう50万円が上限になっております。なるほど なるほどね。でその中で範囲で一応募集をかけてやるっていう形ですね。そうですね、まあ、募集のあれは後でまあちょっと説明していただき、はい、で昨年度 その、ね、この地域力向上支援金事業の実績結果みたいな形があるんで、はい、ちょっとあれですね、説明してもらうと。そうですね、昨年は6つの団体から、申し込みがございまして、はいはい、5つの団体に支援金を交付させていただきました。ね、はい、だからこれ1が松代総合美術展のあれだって書いてありますね。はい、そうですね、はい、こちらはパネルの修理ということで、9基、パネルの修理、ね、破損箇所を
直したというものでございます。あ、ね、はい、まあ、ボルトなんかもね、あれ、あの、あれで、まあ、ガタついて、まあ、全然修理多分してなかったのかもしれないですね、これで。そうですね、どうですかね。うん、はい、あとは続いて、これ、大室の霞城市の作業とかってですね、はい、これもちょっと見ていただくと。そうですね、うん、やはり整備するために必要なチェーンソーですとか、ね、うん、あ、書いてありますね、道具購入って書いてありますね。はい、まあ、これもあれですね、これ9月みんな集まって、まあ、下草刈りだね、これやりながら間伐もやったりとか、そうですね、うん、まあ、そういう形もやったり、あ、これがチェーンソー、これは購入したっていう形ですね、はい、そうですね、登山道を整備していただいている様子でございますね。なるほどね、はい、まあ、これも椅子もね、はい、ここもちょっと整備したんだね。そうですね、あとは、これ見ると、ね、チームお猿のかもや、はい、今マッスルテレビで、ね、オープニングやった時にお猿のかもやのあれが出たけど、今ちょっと肝心なそのお猿がなくてね、あれなんですけど、こんな小さいのしかないんで、まあ、報告書のやつをちょっと抜粋してやってるんだけどね、まあ、各ところどころ破けたり、はい、転びたりみたいなところの修理ですね。そうですね、それとクリーニングも、うん、クリーニングしてますね。そうだね、これ汗かいて臭いって言ってましたそうですね、うん、大変だって言ってました。修理前と修理後でね、うんうん、見比べられればよかったんですけど、うんうん、ちょっとちっちゃい写真で申し訳ないんですけれども、うんうんうん、そうだね、はい、なんかね、そういう話でした。やっぱりね、みんな大変だって、中に入るのはいいけども臭くてダメなんだよみたいな、汗がね大変らしいですよ。夏場は暑いですね。そう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 、はい、あともう一つで西条掛けのとこだね、はい、諏訪大明神さん自然の保存会というところで、うん、そうだね、これ一番ですけど、これだね、はい、これがまたすごいんだよね。木を伐採して道みたいに作りながら、はい、パイプこれ見るとパイプだね。そうですね、設置している様子ですね、うんうん、これ見るとかつて存在した滝に誘導するパイプを設置するって書いてあります。そうですね、うん、だから相当距離長いですね。長いですね、うん、だからこれがね、パイプの費用かな。そうですね、材料費、材料費だね、だと思います。そうですね、はい、あと、まあ、これ皆さん本当区の人、影の人たちね、来てボランティアで出てきてるっていう形ですね、はい、これはすごいわ、うん、これも風呂桶を活用してっていうあれですね、はい、ため水みたいな形でやるっていう形なんだね。まあ、どん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 これ見ると綺麗にうまくできてるね、やっぱりね、ある程度慣れてるような感じはしますね。そうですね、うん、あとそれとですね、はい、今度は5番目がパワースポット、ね、パワースポット、はい、の、団体名団体でね、水上山だっていうんだよね、はい、水上山でパワースポットの関係で、音楽ですとかダンスとか食のイベントも、あ、そうだね、はい、これ昨年は4回目だって書いて、4回目ですね、うん、まあ、これ見ると結構若い人たちがこれね、はい、いろんなイベントに携わってるような感じですもんね、はい、うん、まあ、あとこういった子供さんねやったり、結構だからこれはね、やっぱ若い人たちが結構あれですね、呼び込んでるっていうのでいいですね。そうですね、うん、マッスルのあれには、まあ、マッスル本当にお年寄りばっかだけど、こうやってやっていただくとだいぶ違うかなってありますよね。水上山を知ってもらうっていうことでもね、うん、非常にいいことだと思うんですけれども、水上山はまだ1300年だったかな、ね、なんかそういうね、今年やるっていうあれもあって、はい、この間もなんか、なんだっけね、劇団なんかやるのでなんか募集して、審査やるなんてやってましたですかね、はい、そうしてるですね、あとはもう来年のどっか今年だね、30年度工場、地域発地域医療工場支援金の募集っていうのを今やってるっていらっしゃるんでね、はい、そうですね、ちょっと説明していただいていいですか、はい、ですね、募集の期間としましては、はい、6月1日の金曜日から6月29日までの金曜日、はい、今月いっぱいですね、はい、で交付の対象者は構成員3名以上の団体グループ、はい、ということですね、はい、で交付の対象事業とすると、はい、地域の活性化や地域の課題解決が図られるものというふうに規定しておりまして、うん、具体的には、保健福祉の充実ですとか、はい、あと教育や文化の振興、はい、安全安心の実現、うん、環境保全や
景観形成、うん、産業振興と地域活性化に寄与する事業ということで記載させていただいております、うんうん、支援金補助金事業費は、はい、こちらはあの1事業あたり5万円から15万円、はい、最高でも15万円1つの団体さんに対しては15万円が上限ということになっております、はいはい、これは人数というのは募集あれが多ければ、はい、その中で割り振りするみたいな形であるんですかね。そうですね、うん、いくつかの事業が、ね、うん、採択されて、うん、不採択になってしまう事業もあろうかと思いますけれども、うんうん、まあ、50万円ある中で、うん、やりくりするんだね。できるだけ多くの事業に、ね、支援させていただければと思いますけれども、なるほどね、はい、これまあ事業の実施期間というのがこれも定まってて、はい、これだと31年2月の28日っていう形ですね、はい、来年の2月なんですよ、までに事業が完了する、完了するっていうことで、そうですね、はいはい、であとは、これ募集で、募集概要みたいなのがありますね、はいはい、そうですね、募集概要としましては、うん、応募できる団体とすると、うん、松代支所の管内で活動している構成員が3名以上の団体、うんうん、ということですね。なるほどね、はい、あと事業の採択ってこれが一番あれですね、これどういうふうにするのっていうのがね、そうですね、所長権限っていうのもあるでしょうけども、はいはい、ちょっと説明いいですか、はい、あの事業の採択方法としましては、はい、選考委員会というものを、はい、設置いたしまして、はい、採択するかどうかっていうのは決定しております。なるほど、金額も含めまして、あ、なるほどね、5名の方からなっているものなんですけれども、うんうんうん、選考委員会ではですね、はい、事業の必要性ですとか、うん、事業の受益者、うん、事業の効果、うん、事業の費用対効果などを、うん、審査して、うん、で優先順位をつけまして、うん、まあ、お金の方を割り振ったり採択したり不採択したりということを決めていきます。なるほどね。あとこれ見るとあれですね、こういう申し込み書っていうのがあって、はい、これはどこにあるんですか。これはあの松代支所にもございますし、はいはい、長野市のホームページからもご覧になれま す。なるほどですね、こちらの申し込み書を6月の29日までに提出していただくような形になります。でも一番あれですね、まあ、これ団体名だなんだって書く、設立から何から書くけど、一番の肝心なのは事業目的が何かっていうのははっきりしていかなきゃ、はい、そうですね、うん、であと事業内容だね、いつどこで何をどのように 何をするんだってどうするんだみたいな、はい、でその後これやったけども効果はどうなのよってそれまで全部書いて出さなきゃいけないですね。そうですね、予想されることを書いて、そういうことですね、それに基づいて審査するということなので、そういうことですね、そういうことですね、はい、でその後これはもう公金なのでやっぱり出し入れが必要ですよね。そうですね、どのくらい事業費がかかるのかと、うんうん、はい、いうところが先ほどの申し込み書の裏面になっております、うん、はい、そうですね、はい、あとまあこれもやっぱり自己資金もあった方がいいよって言われたね、もし事業収入あればこれやるだっていう、まあ、そうですね、あの上限が15万円というところなので、うんうんうん、それ以上は出ないもので、ね、そうですね、はい、うん、わかりました。まあ、こうやって見るとあれですね、やっぱり、あともう少しで締め切られちゃうっていうあれがあるので、はい、まあ、できるだけ多くの人に参加してもらうっていうのは絶対必要ですもんね。そうですね、わ、うん、かります。でもあ、どうでしょうかね、こういうあの一つの事業っていうのは思い入れがあると思うんですけども、はい、こう今のこういうあの宇治原さんの何ですかね、思いっていうか、なんかあれあったらちょっと お話ししていただけるとありがたいんですけど、はい、あの今現在2つの団体から申し込み書の方を提出していただいております、はいはいはい、でその他にも5つぐらいですけれども、ね、うん、相談を受けていることがございますので、ね、うん、まあ、その方たちの、ね、思いですとかそういったものも汲み取りながら、うん、選考委員会に向けた資料ですとか、ね、うん、そういったものを作っていけたらなと思っております。だからある程度どうやって書けばいいかって、まあ、みんな素人なので、あの所蔵補佐さんにお願いしてちょっと相談に乗ってっていうのはそれは OK なんですね、はい、松代師匠の藤原までに来ていただければ、はいはい、結構です。あ、そうですか、はい、分かりました、じゃあそういう形で今回もう少し、募集がかかるとまた楽しいかなっていうのはありますし、はい、やっぱり審査する方もね、やっぱりいろいろあった方が、ね、選びやすいかなっていうのはありますけれども、今日は本日お忙しい中おいでいただいてありがとうございました、まあ、よろしくお願いします。ありがとうございました。
すごいね、全部読むなあれ。いや、皆さん、はい、素晴らしい、はい、やっぱりね、支援金もらえるとね、うん、みんな元気出るよ。あ、うちももらおうかい。あ、もらって、うん、いや、ただでくんないんで、ね、100万円ぐらいもらって、ね、バカい。50万円5万円から15万円聞いてましたよ酒飲んじゃダメよ酒飲みないんですよ。そうですね、やっぱりね、ああいうのをね、まあ冗談はともかくさ、うん、町の皆さん、ほら頑張ってる皆さんにね、うん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 、支援金というか助成金をね、うん、こう出して皆さん頑張ってもらう、うん、あのそういうことを活動するといいね、うん、いいよ、ね、みんなあの張り上がるから、うん、そうそうそう、ね、頑張ってみなさん出してもらって、うん、思いますね。その後ね、みんなでね、ご苦労会ってやるのもいいよ、ま、それ大好きだもん、それ大好きだよね、みんなそれがあるからね、頑張ってできると思う、うん、そうだね、はい、あとね、はい、明日です。明日、はい、6月12日、はい、1時半からね、はい、松戸公民館の2階でね、うん、講義があるんですよ。その現在唯一のね、うん、定石隣接型木造駅舎としてね、旧マスレ駅のね、うん、歴史的ね経過とね、この希少価値っていうのでね、長尾さんとね、あと宮下健二先生、うん、あのお二人にねちょっと勉強会ちょっとやっていただいてっていう形 で、たまたまね6月8日の日にね、はい、長尾さんがね、テレビ新集でね、夕方ゲット、はい、これね、あの録画っていうのね説明してるっていうので、6月13日木曜日、うん、夕方ゲットで、ね、放映されますので、ぜひ見ていただきたいな、ね、どんな説明して、ね、どんな映像が撮れてるか ね、それもちょっと確認していただけるとありがたいなという思います。明日、これはね、住民自治協議会の中の歴史文化とまちづくり部会っていうのをちょっとやるんですね、はい、はい、これぜひ見ていただきたいな、はい、ありがたいなと思います、はい。来週は、ね、はい、宮坂さんだね、これ399回、うん、記念すべき日、1回前ですよ、うん、はい、そういう言い方ね、そういう言い方です、普通400でって言ってあれなんだろうけどね、はい、まあ、どういうあれなんですか、はい、ね、うん、今年ね、うん、山口宮尾先生がですね、うん、教頭先生に赴任されまして、うん、それでいろいろお話ね、この方すごいんですよ、うん、このね、新州型のコミュニティの素晴らしい実践をされてるんです、今までずっと小学校で、うん、今年は今どこにいたの、それはちょっとまた来週そういうこと聞かないで、知らないんだから、はい、ということでね、うん、ほら小さい小学校じゃないです、はいはいはい、で他のね、うん、小学校ではできない、その小規模校ならではのね、うん、そのいろいろなことをするんですよ。それでね、うん、やっぱりね、蚕を飼ったりね、うん、落花生作ったり、でもそうなんですよ、蚕を飼うってさ、前あれじゃない、飼ってたんじゃないの、うん、いや今も飼って、今も飼って、先生もみんなで飼ってるんですよ。あ、そうか、それからね、ザリガニとかね、うん、ハラレンカモ、うん、ってかね、ごぼう茶も作るんだってそう、いや本当に、うん、だってね、で小規模校のね、うんうん、特性を生かしたね、うん、素晴らしい授業教育をしてるらしいんですよ。あ、そうかね、でたまたまね、うん、今年開校140周年です、はいはいはい、だからね、その中でね、うん、この間ね、この市民さんもね、うん、参加されたみたいなんですけども、うん、校庭にね、うん、あ、桜を植えたの、桜の江戸彼岸桜の、いくつ植えたっけ、140本、そうね、140周年だから、ね、140本、うん、そうだね、で、あの時はね、4月のね、21日なんですけども、うんうんうん、100人超える方がね、集まってくれたらしいですよ。だからやっぱりね、これね、地元のね、学校って、うん、そうなんですよ。だからね、みんな卒業した人もね、いるじゃない。だそういう人もね、やったらじいちゃんばあちゃんもね、来るんだよ。そうなんですよ、うん、それでね、うん、その桜も植えたしね、うん、校庭、ほら山だから、うん、急斜面じゃないですか、うんうん、それで校庭にね、うん、壁があるんですよ、うん、その壁にね、うん、鶴田さん中心にね、うん、子供たちがね、イノクルじゃない、思い思いのね、うん、絵を描くんだ、絵を描いてね、それ鶴田さんが指導を作るらしいですよ。これやったのやるの、これからやるんです、これからやるんですよ、うん、いろいろね、そのイベントっていうか、うん、事業をね、計画されましてね、でもね、いいね、いいでしょう、子供ね、いい思い出になるよ。そうなんですよ、田植えしたりね、うん、素晴らしいですよ、まあ、そんなお話をね、うん、山口美奈緒先生からね、うん、お話いただくということなんですよ。でも時間足りるかね、足りないんじゃないかな、30分ぐらいかっちゃうかもしれない。いいよ、やっても。そう、うん、はい、わかりました、うん、一応予告しといて30分になっちゃうかもしれません、ね、はい、じゃあそんなことで来週はね、はいはいはい、豊坂小学校に帰任して、はい、豊坂小学校の教頭さんになりました、はい、山口さんに来ていただきますね、はい、はいはい、それでは来週のしゃべくりまちろどうぞお楽しみに。はい、お願いします。全部喋っちゃったね。喋っちゃった。
来週はダメだよ、もう何もできなくなっちゃう。それとも夏すらまた見たね。